ボッティチェッリの描いたシモネッタ・シモネッタ・ガッタネをベスプッチはジュリアーノ・デ・メディチの愛人。フィレンツェ一の美女として称えられ、長らくサンドロ・ボッティチェッリ作、ビーナスの誕生のビーナスのモデル、他の彼の作品でもモデルとなったと言われてきた。ピエロ・ディコジムも彼女の肖像画を描いた。存命中、彼女に触発され、詩や絵画が作り出された。 彼女の出生地については、諸説あり、ポルトベーネレやジェノバが上がっている。15歳で、マルコベスプッチと結婚した。1475年4月に、フィレンチェのサンタクローチェ広場で行われた、ジオストラで、ジュリアーノ・デメディチは、騎士がその名誉のために戦う、イナモラータに、シモネッタを選び、ボッティチェッリが彼女をモデルに描いた女神の旗印を掲げて入場した。 旗印をボッティチェッリに描かせるよう助言したのは夫のマルコ・ベスプッチであったという。ベスプッチ家を通してボッティチェッリに見出され彼女を描くために多くの画家たちがフィレンツェにやってきた。二人が出会ってわずか一年後にシモネッタは肺結核で死んだ。ボッティチェッリがビーナスの誕生を完成させたのはそれから九年後のことであった。世界史の中の女性たち。 三浦一郎社会思想者 ISBN43 億9011万1418。ありがとうございます。